うわ撮影したら来る撮影したら来るね。出れないかな、まだ。ぬいぐるみみたいだよ。ねえ、ぬいぐるみみたいだよ。気をつけてよ。まあ段差がでかいからさ、ね、段差があるからさ。お腹空いちゃった？さっさご飯にしよっか、ね、もう一回さっさご飯にしよっか。さっさ晩ご飯にしようかな。段差がちょっと怖いな。ね、段差ね。あ、折れた。折れたね。できたねー。折れたねー。あとトイレね。ちゃんとトイレね。トイレできたいんだけどね。やっぱね。その位置はあかんって言ってる。その位置は見にくいねん。はい。癒される。マジ癒しだな。私のさ手をさおもちゃと思ってる、うん、この。うんな。手めっちゃ噛むよな。うん、大丈夫かな。ちょっといろいろ調べてみよう。大丈夫よ。大丈夫。まだ。甘噛みしてるから。まだ大丈夫。大丈夫だよね。ねえ。ちゃんと話聞くよな。うん、ねえ。目見て。ダメなのって顔してる。優しくだったらいいんだよ、もこ。ねえ。うん。痛かったらダメだけど。なって。うん、歯が生えてくるからな、多分くすぐったいんじゃん、うん、赤ちゃんもほら、あ、噛みたからな、歯がためがあるさ、うん、昨日よりさ、歯ちょっと長くなってる、うん、日々成長が早いね、うん、だからあっという間に大きくなっちゃうんだはずな、うん、毎日ちょっとかんとな、うん、ね、まこね、うん、やっぱペットショップではちょっとあれだったかもね、シャイしてたから、してた、お疲れしてたんだもん ね、よく寝てたじゃん、うん、いっぱい触れてたからな、うん、可愛いからな、お家に来てから結構なんか走ったりしてるから ね、うん、ね、遊びやったね、ね、うん、そうでいけって言っちゃう、早くあの毛とか切りたいね、ね、でもこのモコモコ感可愛いかな、うん、羊みたい、上から見たら羊だもん、ね、色もいいよね、あのさっきさ、私のちっちゃい部屋にさ、うん、あれがあった、あの前にさ、うん、モコモコのほら鉄が買ってくれたのに、うん、アームじゃない、足のフットなんとかってさ、 はい、はい、うん、あれと同じだ、あ、本当、色があ、そうなんだあれやってつけてやってたら多分、うん、噛んでくるかもな、うん、お母さんかね、バカ、カチョ見て、カチャ見たら、バカ、カチャ見て、バカ、カチャ見て、あ、いねいねいね、あ、てめえ、あ、てめえ、クマかな、あんた、クマかな、クマちゃんかな、小グマちゃんかな、ねえ、ここんとこも可愛いんだから、はい。